今回はね、F トイズから出た新商品なんですけど、72分の1のね、フルアクションシリーズの第5弾なのかな、スピットファイア MK9 ということでね、マーク9って呼ぶのかな、が出たので買ってきました。まあ今日ね、発売日なんだけど、まあ動画公開が今日は多分間に合わないと思うので、多分翌日か、まあ2日後ぐらいになってると思うんですが、まあ新しくね、出たキットですね。いつもね、作ってる小さいね、あの144かなのやつじゃなくて、フルアクションでね、ちょっと大きめのプラモデルと同じスケールの72分の1のシリーズになってます。じゃあね、早速作っていこうと思うんですが、まあ作るのにね、必要なのが、まあおそらくタミヤセメントというか接着剤ね、接着剤は必要だと思います。で、まあニッパーね、プラモ用のプラスチック用のニッパーがあって、で、あとはまあデカールを貼るためのね、何か水を溜めておくトレーとか綿棒とかで、まあデカール貼るときに水分取ったりとかするのに綿棒か何かあればいいかなと思います。で、あとね、カッターナイフか、まあハサミでもいいと思うけどね、デカール切るので、あとピンセットとかがね、あればいいんじゃないかなと思います。自分は大きなデカールを貼るときはこういう切手用のね、ピンセットを使ってるんですが、まあ別にこれでもできなくはないですぐらいあればいいんじゃないかな。まあ何か忘れてるかもしれないけど、多分これぐらいだと思います。デカール糊とかはあってもいいかなと思うんだけど、別になくても作れるかな。デカール糊とか使うと後々剥がれにくくなるからね、出来上がった後に剥がれちゃったっていうことは少なくなるかな。じゃあね、早速開封していきたいと思います。いつものミントガム、機体はね、1種類しかないんで、どれでも同じと。で、毎回ね、言ってないんですけど、F トイズの、あの食玩にはね、何かしらのプレゼントがね、ついてるんで、まあ興味ある人はね、応募してもらえればいいんじゃないかなと思います。まあ応募券はね、箱についてるんで。で、まあカラーリングは一色なんですが、デカールのパターンがいくつかありますね。 1,2,3,4,5 5種類かな、あるかなと思います。で、まあ一応ね、公式に組み立てに必要なものはニッパー、カッターナイフ、ピンセット、流し込みの接着剤ということになってます。まあそれぐらいあればね、作れると思います。じゃあね、開けていきます。こんな感じでね、入ってます。胴体が、まあモナカっていうほどではないけど、まあ真ん中でね、割れてるんだけど、組み立てた状態で入ってますね。これを割らなきゃいけないと。あの専用のね、工具とか持ってる人いたら、専用のね、工具でやってもらえるといいと思います。で、今機体をね、半分に割ろうとしてたんだけど、これね、開けてから組み付けて中をね、中身を入れて締めるっていう構造なんだけど、ここのね、真ん中のピンだけがどうしても抜けないので、もう切っちゃいます。これね、無理やりここでグイ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 開こうとして折ったりとかすると最悪なんでね、もうどうしても開かないっていう場合には、ここをね、プチンと切っちゃえば OK。 まあここのね、ダボが使えなくなっちゃうけど、外側がね、ぐちゃぐちゃになっちゃうよりはマシだよと。で、まあ後々ね、くっつけようと思えばくっつくし、別にくっつけなくても大丈夫なんで、まあそこはね、おのおの好きにしてもらえればいいんじゃないかなと思います。まあたまにはね、こういうこともあるよね。で、今回もエンジンから組み立てるっていうことみたいなので、今回クリアパーツが袋に入ってるね。エンジン周りからだから、これだね、組み立てていこうかなと思います。で、まずね、19がこれだね、プロペラのところにあるね。で、 OK と、そしたらエンジン周りだね。エンジンはこれと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 。で、エンジン周りのパーツがこれね。
で、こういうね排気管とかは紛らわしいので LR というふうにね極端に分けて置いておくといいと思います。エンジンがねこの2分割になってるのでここにね先端にこのシャフトを入れつつね、でこれでパチンと閉じてあげると、ついたねパチンと入る感じ。なんか前までと違ってダボでねくっつくだけじゃなくてパチンというなんか爪っぽい感じになってましたね。たまたまかな、いやわかんない。でこっちが右側なので右側につけていくよと。ただね上下間違えちゃうと右左逆になっちゃうからね、上がこっちと、で上の右と。これね間違いやすいんだよね、飛行機模型全般だけどね。でどうしても分かんなくなっちゃったら排気がね少し下向く感じ、万歳じゃなくてね、こう万歳じゃなくてちょっと下向き加減になる感じでつけてあげるといいと思います。万歳しちゃうとねコクピットに煙かかっちゃうんでね、まあ、そういう飛行機はほぼほぼないと思います。でもう片方もつけるよと。でまあエンジンのねモナカになってるところはパチ組でいっちゃったんだけど、この排気管は一応流しとこうかな。くっつけておいた方がまあ細かいパーツだからね正解かなと思います。で次がエンジンマウントかな。でエンジンマウントがこれかな、これですね。これすごいな、こんな細いパーツ成形しちゃうんだ。ほらすごない？72分の1でさこんな細いエンジンマウント再現するってすごいと思うんだけど、しかもこれあれだよ、高級なプラモデルとかじゃないんだよ。Fトイズのねいいところって安いんだけどキットがね安い割にしっかりしてるんだよね。高級なね何千円もするキットに比べたら全然そりゃかなわないんだけど、でも作ったことない人でもパチ組みできるレベルには仕上がっているので、まあ作りやすいんじゃないかなと思います。でエンジンマウントはこうだね。自分って結構安いキットを今作ってることが多いんだけど、動画とかでもね結構罠があるんだよね、落とし穴が。だけど F トイズのやつはね価格からしたらねすごい品質はいいですよ。でもほらこんな細いパーツがさ普通に組めるんだよ、すごくない？別に押さえつけることもなくさ普通にはまっちゃうんだよ。でエンジンマウントついたよーと。結局エンジンマウントつけちゃったらエンジン開かないから別にエンジンも接着しちゃってよかったのか。そしたら次がコクピット周りだね。コクピット周りをじゃあ切り出していこうかな。ただねF トイズさんねもしまあ見てないとは思うんだけど、まあこれはね番号振ってあるんだけど、このLR とかっていうのをやめてちゃんと番号を振ってくれたらねもっと売れると思う。今回ね結構今気づいたんだけど、あちこちにね番号振ってあって分かりやすくなってますね。これめちゃくちゃいいです。ほんとねパーツ探すのが大変なんですよ、これ書いてないと。で今見たらあ書いてあると思ってね紹介しました。ほんとね全部のパーツにパーツナンバー振ってくれるとねすごくありがたいかなと思います。そうだそうだ、パソコン詳しい人ね見てるかどうかわかんないけど、ファイアウォールの語源はこれです。これエンジンルームとコクピットの間にあるね仕切りの板のこと、これをファイアウォールって言います。要はエンジンが火を吹いたとしても人間は守られるよっていうこういう防火壁のことですね。だから車とかでも絶対ねエンジンルームと人間の間ってね鉄板で仕切られてるんだよね。厳密にこれがね最初にできたファイアウォールかどうかわかんないんですけど、まあこういうのがね元々の由来ですね、防火壁っていうやつですね。もしかしたら建物とかの方が先にあったのかもしれないけどね。建物もね今必ずあるもんね、家とかはないけどさ
施設とかはさ、とかビルとかはさ、100% あるよね、防火壁って。で、こうか。で、またね、コックピット周りのパーツを切り出したんでね、くっつけていこうかな。こうかな。こうで、ここに椅子。で、これがなんか、組み立てなきゃいけないのか。これが下で、これが上で、こう。で、これで、こう来て、こういうこと？こう。映んねえよっていうね。ちょっとズームするか。ピンと来てる。こうね。で、これ。自分の方に寄ってくる感じで。こうだね。ごめんね、細かいとこ見せれなくてね。まあ基本的には穴に差し込んでいくだけなんだけど。で、裏からちょん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 とちょんちょんと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 。で、まあこれで OK でしょうと。だからまたね、パーツ切り出していきます。で、そしたらね、このあたりにパーツをね、切り出しました。で、今度はメーターとかね、そのあたりだね。メーターがここにつくよ。ついたね。そしたら、なんかよくわかんないけど、このパーツが上につく。見えてる？ここにつく。よと接着しちゃおうか。ここね、ドンドン。いや、めちゃくちゃ合いがいいよ今回のキット。いや、 F トイズね、毎回毎回クオリティ上げてくるんですけど、にしてもすごくいい。今回初問題児、刺さんない。ちょっと置いとこうか。そしたら、その後はこれを先に作っちゃおうかな。これを後ろに見えてる？はめ込んで、これをここにはめ込んで、まあいいんじゃない。これを接着しようかな。ちょん。ちょん。で、とりあえず OK と。で、こいつがはまらないので、こいつちょっと削ります。カッターだけでいけるかな。もしね、あのカッターで難しそうだったらね、無理せずにサンドペーパーでね、こすってくださいね。まずこの D カットになってるんで、平らな部分をちょっと切ってみようかな。これぐらいでいけるんじゃないかな。で、まあこっちのね、白瓶の方を使いつつね、若干別にでも切らなくてもよかったかな。白瓶の方でムニュッとやれば入ったかもしれない。で、気をつけてほしいのが、これね、左右で出っ張りの大きさが違うんで、左右ね、前後間違えちゃうとその後組み立てられなくなっちゃうんで気をつけてください。で、そしたらね、尾翼を切り出して、いよいよね、ドッキングと。で、ここにね、収まるんだけど、こっちの白瓶の方ね、つけとこうかな。で、まあこれぐらいつけとけばいいかな。ここと、いいかなと。で、見えてた？今の。全然カメラ意識してなかった。意識する余裕がなかった。
でこいつを取り付けのこいつをかぶせる。そしたらこっちにもで締めていくよと。尾翼だけ取り付ければ、尾輪はね、後で差し込みで付けれるみたいなんで、尾輪は後で OK です。で、あっちこっち干渉すると思うので、それを避けつつ、で、ぎゅーっと締めつつ、最後はこいつを。で、尾翼をね、垂直尾翼を取り付けた状態でキュッと最後締めてあげると。で全体も一応チェック OK だねーと。もうぴったりだね。今回のキットは反りもなくぴったりくっついてる。割れてないね。 OK。で、胴体はね、とりあえずこれぐらいで OK と。で、そしたら次はね、主翼に移るみたいなんで、胴体は置いといて、主翼をね、作っていこうかな。若干飛行。コックピットのね、細かいパーツ終わったんで、少しカメラを引いてね、こんな感じで作っていこうかな。で、今度はね、主脚を作っていくんだけど、片側分だけね切り出しました。主脚はねちょっとわけわからなくなりやすいかなと思ったので、パーツも複雑だしね、片側ずつねやっていこうかな。でちょんちょんちょんとっていう感じで、細かいとこ終わったって言いつつね、主脚がいきなり細かいっていうね。でドーンとついたよと。逆だし。で、そしたらね、タイヤもつけていこうかな。タイヤにもちょっと流し込み多めに入れといて、で、ここにね、キュッと。これで一応 OK かな。じゃあ反対側もね、同じようにやっていきます。で、次がね、機銃かな。機銃だね。じゃーんと。あれなんだね、スピットファイヤーは機銃が飛び出してないんだね。そしたら動力か。でパーツがこれぐらいかな。ね、今回のキットね、配置がちょっと悪いかな。ランナーのもうちょっとね配置を考えてくれるとよかったかなと。左右が逆なんだよね。数字がさ、ナンバリングが見えるように見たときに、左のパーツが右に来ちゃうわけ。だから、ちょっとそこら辺考えて作ってくれると嬉しかったかなと思いますが。もう接着しつつじゃないと無理だよね、これ。なので、ダボにさ、見えてる？ドン、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 ドン。で、OK と。で、OK と。じゃあ反対側もつけていきましょう。じゃーんと。ちゃんとね、足も出るね。で、OK と。そしたらね、いよいよドッキングだね。今回ね、ここまで全く仮組みとかせずに来たんですが、若干きついね、やっぱり。ということなので、ここを少し削ろうか。ちょっとね、バリが見えるかな、出てたりするんだよね。だからバリを取ってあげる。で、じゃーんとこんな感じで、今回初の仮組み。やっぱりね、若干こことか削ってあげた。あとこっちの方とかね。あとこの辺りとか、この辺りとか。削ってあげたらバッチリくっつくね。多少ね、バリはあるけど、まあ、作り自体は、合ってる感じかな。だから若干削ってあげればつくよと。で、OK と。で、ちょっと、開きつつ。
つ、ふにゅっと、ふにゅっと。OK、入った。で、尾翼をね、水平尾翼を切り出したんだけど、その前にね、尾輪つけようか、尾輪。尾輪がっちりつけたいからね。こうだね。だよね。うん、そうだね。で、がっちりつけたいので、白いね、普通のタミヤの白いセメントを流して、で、こっちにもつけて、で、これでくっつけてあげればかなり強力にくっつくんじゃないかな。で、こんな感じと。で、置いとこうか。で、そしたら、これを組み立てていくよと。で、ドン、ドンと。つけすぎた。完全につけすぎた。はみ出してきてる。で、まぁ、こんな感じでつけておいて、ちょっと置いとくよと。で、こっちにもどんどんとつけちゃって、キュッと、キュッと、キュッと。で、OK と。で、ちょっとここら辺は置いといて乾かしたいので、で、まぁ、切り出したらね、つけていくよと。ちょっとね、順番が前後しちゃうけど、いろんなとこをがっちり固めたいんでね。で、こいつがキュッと。で、こいつがこうの時のこっち。スピットファイヤー全然詳しくないからあれなんだけど、なんでこんなにいっぱいインテーク的なものがついてんの？で、OK と。そしたら、ひっくり返して、プロペラとキャノピーつけていこうかな。じゃあね、プロペラからつけていこうかな。プロペラはまあ、通すだけで大丈夫だね。で、こいつをキュッと取り付けて、別に接着しないでも大丈夫だね。まあ、心配な方は、スピンナー、だけ接着してもらえればいいんじゃないかなと思います。接着しとく？スピンナーのね、穴のところだけに接着剤をドーンと入れて、プロペラを重ねて、ブスッと。そしたらまあくっついちゃうね。で、そしたらこれか。クリアパーツが C の2が一番後ろ。で、これをちょんと。ちょんと。まあ、こんなもんでいいでしょうと。そしたらこれを真ん中。で、こうで、こう。こう。こうでいいのかな？うん、ぽいね。なので、こっちの前の方も接着剤で、ドン。ドンと流しといてあげると。そしたらあとは細かいパーツだね。で、キャノピーの上にこんなのついたよと。で、次がアンテナ。アンテナ、ここだね。よし、つけていこう。ここ。こんなもんかなと。そしたら、あとは基本的には接着しないカバー類だね。で、いい加減ね、水平尾翼もいいでしょう。
これさ、不思議だよね。英語で言うとさ、判定版なんだけど、日本語で言うと尾翼っていうね。本当は安定版なんだよね。あの、持ち上げる力がないので、翼ではないっていう舵なんだよね。まあでも舵の部分はこの後ろの部分だけか。だから安定版って言うんだけどね。日本語だと水平尾翼っていうよね。じゃーんと、これでいよいよ完成か。で、あとはね、フルアクションの部分だね。エンジンフードがかぶって、機銃のカバーが、機関砲なのかな?機銃なのかな?かぶって、小さい方もかぶって、模様が違うな。こっちか。こっちだね。こっちの機銃のカバーもかぶって、これが緑か。これもかぶって、で、これもかぶるよと。こうかな?で、じゃーんと出来上がりと。で、フルアクションの部分なんですが、まずね、キャノピーが閉じるよと。キャノピーが開くよと。で、ラダーね。ラダーが動くよと。接着されちゃった?あ、動くね。ラダーがね、動くよと。動くよと。そんなにいっぱい動くわけじゃないけどね。あの、挟み込まれてるだけだからね。で、エレベーターも動くよと。逆にも動くよと。で、エルロンが動くよと。で、外れちゃった。まあ、後で修正します。で、フラップが開くよと。で、脚がね、出るよと。脚がね、出るよと。で、さっきからね、ポロポロ落ちてるんだけど、機銃のカバーが開くよと。で、プロペラが回ります。で、エンジンフードが外れます。ナセルなのかな?カウリングなのかな?こんな感じでね、あの、ハッチを開けてね、整備中みたいな感じにしてもいいだろうしね。あとはね、好きに飾ってもらえればいいかなと思います。で、あとはね、デカールがあるんで、デカール貼っていこうかな。で、まあ、せっかくのね、フルアクションなんだけど、この機銃のところのね、ハッチは自分はね、これ、接着剤で締めてからデカール貼ろうと思います。がっつりね、飛ばそうかなと思ったんだけど、まあ、初めて見る人もいるかもしれないからね、デカールの貼り方っていうのをね、やっていこうかな。まあ、貼り方っていうほどじゃないけどね。多少はね、貼るとこも移そうかなと思います。で、今回使うのが、デカール糊。ね。デカール糊なくてもいいんだけど、デカール糊、あの、つけといた方が、後々ね、剥がれたりとかしないんで、つけとくのがおすすめです。で、クレオスからも出ていて、マークセッターっていうものが出てます。で、この通りね、マークセッターは白いんですね。なので、少し濁りが出ちゃうので、で、接着力もね、そんな強くないから、自分的にはタミヤのデカール糊の方がお気に入りです。デカール糊ね、タミヤのやつ。こっちの方がおすすめかな。マークセッターね、結構使ってみたんだけど、自分の感覚では使いづらいかな。で、あとね、マークソフターっていうものがあります。これは軟化剤っていうやつで、デカールがね、硬すぎると、まあ、あの、曲面とかに沿わなくてね、こう剥がれてきちゃったりすることがあるんで、ソフターでね、そういう時は柔らかくしてあげるというものです。で、今回はどれにしようかな。特に
何かこだわりもないので一番上の機体にしようかな。そしたらデカールにね、あのフィルムがついてるので、これ保護用のねフィルムを剥がします。あの物によってはねついてないのもあるかもしれないんだけど、この F トイズのやつはついてるで、まあ切り離せるところまでね切り離しちゃいましょう。まあこんな感じでハサミでもいいけどね、じゃーっと切っちゃって、まあ水にね浮かべて貼っていくんだけど、糊を溶かしてね、まああんまりいっぺんにね濡らしちゃうと作業が急がないといけないので、まあある程度に分けていくよと。じゃあまたねざっくり切っていこうかな。ほらめっちゃ切れるでしょこのカッター。全然力入れてないんだけどスパーンと切れちゃうね。めちゃくちゃおすすめ。さすがに切れてないわ。あ、でも最初のとこだけだった。で、ざっくりね切り出したらピンセットと綿棒で、綿棒は水につけて絞っておくよと。で、ここにねティッシュ置いてあるんだけど、ティッシュもね濡らしておいてあります。で、そしたらねデカールを大仕事ね、ちょっと見づらいね、デカールを大仕事つまんで水につけると。で裏をね見ると分かりやすいんだけど、水を吸うとね色が変わるんだよね。あの台紙が水を吸ってなんかしっとりした色に変わるので、でそしたらねもう置いとけばいいです。いつまでもね水の中につけておくと糊が溶け出しちゃってね剥がれやすくなっちゃったりするので、水はね染み込めば十分です。でそしたらねマーク違うデカール糊ね、デカール糊をつけたいところ、デカールをつけるところにちょんと乗せてあげると。でもしあの糊とか使わないときはね別に何にもいらないです。そしたらねピンセットでデカールをつまんで、で乗っけてあげると。この時はね別に見えてる？すごい今斜めになってると思うんだけど、これで全然問題なくて、で濡らしたね綿棒でつついてね、ちょんちょんってちょんちょんって動かしてあげて、でこんな感じかな。で OK だなと思ったらデカールのだいたいど真ん中あたりねをドンとまっすぐ押してあげる。でコロコロって転がして水を抜いてあげるよと。まあこんなもんかな。大きいのでも一緒、大きいのでも微調整してね、一応微調整して、で動かないときはね無理やり動かすんじゃなくて、綿棒に多めにね水をつけてあげて、近くでねギュッて絞ってあげると、綿棒の水を水に浮いてね動きやすくなるんで、で動かしてあげて水を抜いてあげれば OK。 あと位置の調整はまあピンセットでもできないことはないかな。安全策を取るんだったらちゃんと綿棒でやってあげた方がいいかなと思います。で1個目のねデカール OK と。じゃああとはねまあ同じなんでスキップしようかな。じゃーんと、なんとかできました。まだねデカール貼りたてでね乾いてもないんだけど、やっとできました。今日中にちょっと撮影終わんないかなと思ったんですけど、なんとかね出来上がりました。じゃあね一旦、撮影ブースに入れて撮影してみようと思います。じゃーんと、いやーかっこいいね。
結構綺麗にできたんじゃないかなと。今回ね、修正するような部分もほとんどなくて、デカールもね、質がいいデカールだったので、ちょっと糊の剥がれが、水にね、つけた時に少し浮くのが時間かかるかなっていう感じがあったんですが、まあでも別にデカールの質自体はね、とっても良くて貼りやすかったかなと思います。立体的なところにね、貼ったりっていうのがあったんで、少しちょっと手こずったりっていうのはあったんですけど、とってもね、いいキットじゃないかなと思います。ただね、やっぱりデカールのりとマークソフターは、準備しといた方がいいかなと思いました。ちょっとね、向きを変えてみると、こんな感じと。かっこいいよね。まあデカールもね、まあ綺麗に貼れたんじゃないかなと思います。まあうまい方がね見たらツッコミどころとかあるかもしれないんですけど、自分的にはね全然綺麗に貼れたなと思いました。うまくね貼れたなと思いました。でまあこのキットね、まあ根詰めてねやれば半日でできますし、まあ全然ね修正の箇所とかもなかったので、子供とかでもね全然作れると思うんで、おすすめだと思います。ということでね、今回は F トイズからね新しく出た72分の1スケールのねフルアクションシリーズのスピットファイアマーク9っていうのかなを作ってみました。この動画参考になったとかね、面白かった、また見たいっていう方はね、グッドボタンとかチャンネル登録もぜひぜひよろしくお願いします。コメントの方もね、いただけると嬉しいので、気軽に書いていってください。